中国電力は山口県上関町で原発から出る使用済み核燃料を一時的に保管する中間貯蔵施設の設置を検討していて、昨日立地可能かを調べるボーリング調査を始めました。市民団体は中区の中国電力の本社前で調査の中止と中間貯蔵施設の建設を白紙撤回することを通行人に呼びかけ、中国電力に要請書を手渡しました。どういう結果がボーリング調査であるのか分かりませんけど、それをやらないでもう止める、やめてくださいということしかないです。市民団体は今後建設撤回を求める署名活動を始める予定だということです。